ペルドーもペルドーいたしまして、ニアしょうもな大チャンネルです。ということで、結果発表さあ、今日は何の結果発表なんでしょうか。なんか2本ぐらい前の動画でも、同じユニフォームで同じ部屋で同じようなオープニング撮った覚えがあるんですけどね。まあ、それはどうでもよくてですね、本日は、昨日の動画でちょろっと言いました、予告通り、大チャンネル視聴者のひいき球団ランキングを発表していきたいと思います。まあ、こんなことをね、まあ、この企画の発祥のもとでもあるね、モレルさんに向かって言うのは申し訳ないと思うんですけど、さらにはちょっと失礼かなと思うんですけど、俺この企画あんま好きじゃないんだよね。まあ、モレルさんも多分同じ気持ちだと思うんだけど、一番多いのがライバル球団なんよ。僕は去年しかやってませんけどもね。モレルさんの方だったらね、ソフトバンクファンが1位になったりとかね、楽天が一気に上に上がってきたりとかね、してますけれども、今年は一体どうなんだっていうところ、ちょっとね、発表していきたいと思います。それではね、発表していきたいと思うんですけれども、まずはね、昨年の順位を、ちょっとおさらいしていきたいと思います。はい、こんな感じです。まあ前回はまあ見てわかる通り、オリックスファンが堂々の1位だったと。セリーグがね、まあ若干下の方に、来ている傾向、まあそれはパリーグファンですからね、まあ当然そうなっているんじゃないかというところでですね。まあこんな感じで、まあ果たして今シーズンの順位はどうなるのかというところを見ていきたいと思います。それでは早速、12位の発表です。中日ドラゴンズ。おっと、いきなり違うぞと。去年と。中日、去年なんかはね、まあ、DeNA と同率だったんですよ、確か。はい。10位タイっていう感じで。で、最下位広島だったんですけど、ここで中日が最下位ということになりましたね。なんかすいません、中日ファンの皆様。大チャンネルの視聴者も広島、中日ファンが一番少なくて、シーズンも最下位でなんか最下位並びみたいな感じだってほんとすいません。まあまあまあ、中日ファンはね、バッフェさんがいますから。はい。そちらの方をね、ぜひチェックしていただいて。はい。よろしくお願いします。続いて11位。ああ、11位タイだったわ。はい、広島東洋カープ。ああ、今シーズンに関しても、このタイというものが生まれましたね。広島と中日が、まあ、結果的には並んで最下位という形になりましたね。はい、25票で。まあまあまあ、この辺はね、まあ、例年通りよ。予想できてるよ、この辺は。この後よ、この後。続いて、第10位。横浜 DeNA ベイスターズ。まあ、この辺はもう誤差よ。ここまで出てきている名前はまあ去年と一緒ですね。この下位3チームっていうところで言えば。はい。ちょっとね、順位が変動しているっていうだけで。まあ DeNA も去年10位だったし、まあこの辺はまあいいんよ。続いてじゃあ、9位見ていきますか。はい。こっからベスト9ですからね。第9位。東京ヤクルトスワローズでございます。ヤクルトの去年の順位で言うと、あ、去年8位だったんですね、ヤクルトはね。まあ、ちょっと、順位を下げるという結果になりました。まあ、今シーズンね、神宮球場の方にも何回かね、足を運ばせていただいて、ヤクルト系のアリサさんともね、コラボさせていただいた、効果あったのかなと思ったんですけど。まあ、多分、アリサさんとのコラボの時は、ロッテが勝っちゃったから、それで若干ヤクルトファン減っちゃったのかな。もう、一人も離れちゃダメ、もう。ずっと大チャンネルの視聴者でいなさい。続いて第8位。北海道日本ハムファイターズ。まあまあまあ、昨年同様、このパリーグの、まあ、視聴者のね、最下位は日ハムということになりました。ここまで上がってきているのが、セリーグが4球団とパリーグが1球団ということで。まあ、残りセリーグの2球団ね、まあ、巨人と阪神なんですけど、パリーグ系 YouTuber でもね、ちょっと巨人ファン、阪神ファンには劣るという、日本ハムの結果になりましたと。続きまして、第7位ですね。阪神タイガースでございます。はい、7位阪神タイガース。前回は6位だったんですかね。なんかここに来て、ヤクルト、日ハム、阪神と、この3球団連続で順位を下げているっていうね、こういうデータが出ております。ということは、なんか1球団がね、上がってきているということじゃないでしょうか、これ。まあ、阪神なんかは、交流戦でもロッテボコボコにしたし、まあ、日本シリーズなんかもね、僕生配信やってたんで、まあ、若干増えてるのかなとは思ったんですけど、まあ、票数の上では増えてると思いますけどね。はい、まあ、ちょっと順位としては下がりましたという結果になりました。さあ、続いて。ここから上位6チームになります。第6位。埼玉西武ライオンズ。
はい、結構阪神と競ってたっすね、西武ね。はい。で、西武に関して言うと、2つ順位落としてるんですね。どこがそんなにファン増えたんだろうね。西武去年4位でしたからね。さあ続いて第5位見ていきたいと思います。第5位。東北楽天ゴールデンイーグルス。まあ、ここは順位としては変わらずという結果にはなりました。はい。まあ、多くの楽天ファンは、イーモレルチャンネルを見ているからね。この大チャンネルは、そこまで、いないかな。まあ、当然楽天の応援歌だったりとかも好きですけどね。そこまで僕も、歌ってないんでね。ロッテの応援歌ばっかりで。ということで、楽天は去年に引き続き5位という結果になりました。で、続いて第4位。ここで来るんすね。読売ジャイアンツ。なぜジャイアンツファンがこんなに増えたんでしょうか。この大チャンネルの視聴者。原因は岡本和真かな。うん、岡本選手がロッテ戦でマジでバカ打ちしてくるから、まあ、今年の交流戦なんかもそうでしたよね。2戦目3戦目でホームラン3本って、まあ、交流戦の方でもね、最近ジャイアンツとの相性がものすごく悪いのでね、まあ、そういった観点でも、巨人ファンは巨人はロッテが得意っていうところで、ちょっと増えたんですかね、ここはね。はい、全くわかんないですけど。ということで、ここまで4位まで発表してきました。残りの3チーム、去年と全く同じです。はい。上位3チームは、結局このオリックス、ロッテ、ソフトバンクという結果になっております。果たして順位の変動はあるんでしょうか？第3位。福岡ソフトバンクホークス。ま、だよね。そりゃそうよ。ソフトバンクファンに関しては減ったんじゃねえか、今年。ねえ、あんな劇的な試合ばっかりするからね。CS ファイナルもそうだけど、その前にもね、角中選手のサヨナラだったりとか、その前日にはね、安田選手がサヨナラタイムリー打ったりとか、もうすべては2022年の 10.2 で始まってるんだよね。うん、そっから多分ソフトバンクファンはもう多分減少傾向にあるんじゃないかね。まあね、この募集期間が短いっていうところもあったけど、ソフトバンクの票数去年より減ってるからね。うん、確か200とか超えてたと思うんですけどね。はい。減っておりました。さあ、決勝戦。今シーズンも、ファイナルステージまで共に戦ってきたオリックスバファローズが、まあ、ロッテ以外の視聴者の中では一番多いという結果になりました。はい。果たして1位は千葉ロッテマリーンズなのか、オリックスバファローズなのか、一気にお見せしたいと思います。どうぞ！いや、大勝じゃないですか。いや、俺正直絶対オリックスがまた連覇するだろうなと思ってました。でも見てみるとロッテファン増えましたね。まあ結構なんか SNS 関連で言うと、大チャンネルはロッテファンに嫌われているとかいう情報ありましたけど、嘘やん。ロッテファンの方ばっかだよ。まあ今年に関してはファイナルステージまで行ったっていうこともありますし、 CS ファイナル第3戦ですかね、それこそね。まああの動画が多分今シーズン一番僕の中では伸びてるんで、まあそれを多くのロッテファンが見てくれたりしたのかなっていう、そういう感じなのかな。ズバ抜けてるもんね。だってね、これ来年の交流戦の順位でいいんじゃない？これ思ったけど、ロッテが交流戦優勝して、あの中日ファンと DeNA ファンには非常に申し訳ないことを言ってるけど、もう来年の交流戦の順位予想俺これにしようかなという感じで、ようやくロッテが視聴者層1位になることができました。まあ本当これだけ見るとね、ロッテだけがズバ抜けて、ロッテ以外のまあ 2,3,4,5,6,7 ぐらいかなまでは非常に競っていたというね。まあちょっと若干まだオリックスがズバ抜けてるけど、それを超えるね、ロッテファンのこの視聴者層、はい、今年の視聴者層でございました。たくさんのご投票皆さん本当にありがとうございます。ということで、来年交流戦優勝、パリーグ優勝、そして日本一、この3冠に向けて、モーリンズファイティング！